わいいかける3つありがとう。この辺モヤモヤしない？この辺私だけ？ダメだ、充電がなぜかできない、刺さってるのに。ああできた、ここに置いておこう。霊がいるかもしれない。こんばんは、こんばんは。多分ねレンズ拭いてもね、多分あれだ、レンズ付近のガラスがバリバリってしてるから、うん、ちょっとだけ指が入ってる。でも大丈夫、上に貼ってるやつがだから本体じゃないから大丈夫だよ。目の反射がすごい、涙袋すごい。そう、答え知ってる、答え知ってた、知ってたけど昨日の時点でもう割れてたんだけど、昨日はあんまりなんかモヤモヤしてなかったからなんだろうって思って今日からなんかモヤモヤしだした。ちょっと顔、また月1ペースで私このガラスを変えてる。あれって誰だなって昨日考えてみて、そうショールームのさ感じ変わったからさ、ギフトがさ100以上ぐらいは読もうかなって思って、全部はさすがに読めないからさ。ギャットンさん、キノコありがとう。ヘマシンさん、ハートかけ100ありがとう。よいしょよいしょ。沼ちゃんもハートかける100ありがとう。あー変なとこ触った。ラベンダーさん、かわいい、ありがとう。暫定ちゃん、パク、ありがとう。タマさん、ダンシングキノコありがとう。そう、画面はね曇ってるというか、あれなの、さっき話したんだけどレンズ付近のガラスが割れてるだけだよ。そう、シルバーベクキャンペーン、そう始まってるのよ。そうなの、そうなの、来てたお知らせが。そう、コスパ本当にそう、毎回100均の買ってるっていうのもあるかも。カピさん、かわいい、ありがとう。アイスレモンさん、200回目の訪問ありがとう。今日はね、あれで、ただレンズ付近のガラスが割れてるだけ。昨日から割れてるけど、昨日は大丈夫だったんだけどね。もしこのフィルム剥がして、もし落っことしたりして本体の方に傷入ったら嫌だから、今日は曇ってます。うまちゃん、結婚17なんですよ。こんばんは、こんばんは。そう、ザッキーさんも200回目ありがとうございます。そう、サウナ行きたい。でもサウナもいいけど岩盤浴の方が好き。そう、スマホは常に落としてる。毎日落としてるかも。でも家の中で落としてるから、なんか変に外のとかの石のとこに落としてないから生きてる。生きてる世界に存在しない。うわあら、シルバーを行く。あそう、シルバーウィークのあと1年待ちます。待っててください。本体の画面は割れたことないかな、多分。いや、ないか。ないね。かわちゃん、いいね、あり
がとう。コロナワールドお待ちしてる。あのね、あれなの、明日行こうか迷ってた。でも多分行けないんだけど。ここで行っちゃうけど、明日行くか迷ってたの、コロナワールド。多分ここでお話ししたから行かないとは思うんだけど、そう、今日行くか明日行くか迷ったけど、やっぱりなんか行けなそうになっちゃった。え、でも行きたい、コロナワールド。かわいい、よく行きたい。そう、結構高いスマホ落としちゃってるの。そう、しかも配信がね、基本カバーつけるじゃん。あのカバーあればさ、そのバレることないんだけど、カバーをね、配信のこのセットするとこはカバーあるとね、ちょっとね、大きいんですよ。大きいから、そのカバー分重くって、これ下に下がってきちゃうから、そう、だからいつもカバー外すから、その後にカバー外した状態でちょっと部屋出たりして、スマホ落として、あー、ひび入ったみたいな。かわちゃん、ダンシングキノコありがとう。キヨ兄さんもキノコありがとう。こんばんは、こんばんは。リンゴさん、リンゴさん、アップルさんってこと。メール来たね、メール受け取った人にわかるっすよ。こんばんは、こんばんは。そう、コロナワールドっていう岐阜の大垣にあるね、そう、施設。明日は無理よ、残念ね。行けなくなっちゃって余計。コロナワールド行きたかった。こんばんは、こんばんは。そう、カバー取らなきゃ、そう、ちょっときついのよ。こんばんは、こんばんは。ありあれ、なんだっけ、これカバー違う、なんだ。今ここに来なかったせいでここに入ったみたいになった。ちょっとアホ毛が。カバさんかな、バンタさん、キノコ、キノコありがとう。そう、油断大敵。メール来た、お。メール取ってる人だけわかる。なるみさん、タコありがとう。そう、大垣、大垣、お、お、お、白い歯、そう、カバー、そういうことか。東京ちゃんはね、何日か前にもうさよならした。でもまた会うよ。毎月会ってる。そう、水まんじゅうのとこ、大垣っていうのは、ちらそう、お、歯を見に来ました。あ、どうぞ見てってください。大敵。ももちろさん、きのこありがとう。こんばん、こんばんは。かき、びっくり、かき、かば、音符、んー、どういうこと。こんばんは、こんばんは。なんか投票始めようとしてる。なになになに。長っぺさん、タコありがとう。たけおさん、ろうそくありがとう。寝ちゃう派、あ、仲間だ、寝ちゃう派。私も寝ちゃう派なんだよね。メール取ってる人には伝わる。寝ちゃうよね、私も寝ちゃうよ。かわいい、ありがとう。寝ちゃうよね、だよね、私も寝ちゃう。そうなのよ。ヨメシンさん、いいね、ありがとう。最近テロップ書いてないから、テロップなんか書きたいんだけどさ、何書こうかな。よいしょよいしょ。虫歯の時だから寝れない。あ、なるほどね。虫歯確かに寝らないね。ホワイトニングもさ、なんか大きく口開けてくださいとかさ、小さめに口開けてくださいとか指示があるからさ、寝ない方がまあ多分しやすいんだと思うけど、やっぱり寝ちゃうんだよね。かまちゃん、ダンシングキノコありがとう。こんばんは、こんばんは。50分ぐらいいけんことないね。かまちゃん、風呂敷プラサンタか。ありがとう。大かき、あ、そういうことなんだ、収めてた。かき
変わっちゃったんだね、感じが。へえ、そうなんだ。玉手箱、玉手箱イケビさん、かわいい、ありがとう。こんばんは、こんばんは。へえ、昔動きって書いてた、大きい柿って書いてたんだ。初めて知った。え、詳しいね。知らなかった、それは今日もかわいい。最近気になってる、ありがとうぜひお話し会とかも来てください。撮るとき寝れないし痛いし。ああ、なるほどね。私全然寝ちゃう、どんな時でも寝ちゃう。でも弟もどんなとこでも寝る。なんかワカサギ釣り、ワカサギだっけ、なんちっちゃいさ、なんか池じゃないけど、なんて言うんだろう、泉、なんて言うんだろう、湖か、湖とかでさ、あの取れるやつ、なんだっけ、なんて言ってた、な4文字ぐらいの、なんだっけ、なんだっけ、カワサギ、なんだっけ4文字ぐらいのさ、あのそのまま天ぷらとかにするとさ美味しいさ、4文字ぐらいの、それとよくブルーギルが釣れる、ワカサギだワカサギだカワサギってなんだそう、ワカサギ、ワカサギ、そう、ワカサギ、ワカサギ取るためにね、ボートに乗るんだけどね。そう、弟はそのボートって言ってもさ、なんて言うんだろう、家族は4人で乗るんだけど、そこまで大きくないさ、うん、で全然揺れるね、ボートなんだけど、弟はそのボートの上でも、下手したら落ちるボートの上でも寝てたからね、弟そう、大垣市出身、どうでしょうサーマイナーさん、バラ、ありがとう。顎の調子は常に悪い、カクカクと聞かせてあげる。聞こえる？わかる？めっちゃカコカコ言うあの口をね、開けてくださいって言うたびに、学校学校って言ってたサンライナーさん、バラ、ありがとう。阪神タイガーズ優勝、おお、すごい。高1の時の担任の先生が確かタイガース応援してなかったっけな、確かそうだった。喜んでるかなダーシングユニオン好きなのこれ寝ちゃうと口閉じちゃったりする。あー、確かにね、そうだよね、そうだよね、迷惑かけちゃうもんね。赤ホークとラム、あー、ラムあるね、ラムあるね、確かにあるあるある、大垣の辺あるね。こんばんは、こんばんは、バイキン、バイキンワカサギ、カワサギそう、ワカサギ、ワカサギ、ワカサギ釣りのボートの上でも寝てた弟は。ワカサギ、私なんていう湖って言ったか忘れたけど、ワカサギと、ワカサギじゃない、カワサギ、カワサギ、うん、違う、ワカサギか気がかんなくなっちゃったワカサギとたまにブルーギルが釣れてた。そう、ブルーギルは外来種かな。名乗らずにこっそり行くの、名乗ってよ名乗ってよ俺は最近気になってます。もうおつまみついとるやないかいキヨ兄さん、レインボースター、ありがとう。こんばんは、こんばんは。川崎はか、神奈川の地名か、恥ずかしい。ワカサギ、あとね、私魚系でね、もう一個ね、これは小学校高学年ぐらいの時いつも言い間違ってたのが、あのカサゴとサカゴを言い間違ってた、よく。あのちょっと高級魚ね、あのなんていうけ、なんかこうやって糸があってさ、いっぱいついてる、 なんていうけ、こういう系のさ釣り、なんていうけ、なんかこうやってエビとかさ、サビキ、サビキかなとかでたまに釣れる、あのカサゴちゃんね。カサゴちゃんもよくサカゴって言ってた。サカゴはあの赤ちゃんが反対のことだよねいつもね、分かんなくなっちゃうの。カサゴとサカゴとワカサギとカワサギよく分かんないあ、今日私さ、あれだもん、ホワイトニングでさ、聞いてほしい話あるんだよね。調子に電子セール、あ、セールするんだ、へえ。琵琶湖、琵琶湖、ミシガン、ミシガンこんばんは、こんばんは。聞こえる、聞こえる、聞こえる、本当に。もう一回解く、ほら、めっちゃココココ言うでし
顎関節症。弟はね2個下という2個下だから今中3の代受験生。マクさん、まだママさん推しがついてる。キノコ、ダンシングキノコありがとう。あ、栗きんとんね、栗きんとんね美味しいよね。私今年はねまだ1回しか食べれてない栗きんとん。そう、かっこかっこ。ドラゴンズファン、私はドラゴンズファンではないけどドラゴンズにの選手に親戚はいます。でも分かんないです、ドラあの野球があまりまだ分かんない。そうそう、え、待って、話したいこと書いてある。そう、なるみさんが書いてくれてるんだけどね。そうそう、ヤングジャンプの表紙がなぎちゃんなの。そうなの、そうなの、かわいい、かわいい。そうそう、うわ強ってなった、かわいいってなった。もう話したいことありがとう、ありがとう。ね、奈良さん方が絶対いいよね。でも顎関節症になって、また顎外れたのは1回しかない。こんばんは、こんばんは、こん、早口言葉いいよ。何、夏のな、なんて呼べばいいんだこれ。生息、どっちだろう。夏巻、夏の生夏巻でいいのかな、これって分かんない。川崎、川崎、エビフライ、エビ天もう多分大丈夫。ヨットンさん、大判小判ありがとう。白樺子、若林、若林ゴーゴーカサゴ、そうカサゴ、サビキ、あ、サビキで合ってた、よかった。そう、サカゴってね、そう呼んじゃってた。そう、サビキ、サビキ、え、どこだろう、どこだろうね、あの湖どこ行ってたんだろう。私全然まだ小学生とかの時だから覚えがない。サビタキ、タナゴといいな、うん、カワハギ、カワハギもいるね、いるね、ちょっと口がねもってしてるやつね。クリニック、クリニック、牛ちゃんの東京ちゃん、東京ちゃん、そう。そう、めっちゃカコカコしてる。そう、岐阜クリキントン美味しいね。そう、あれ千秋楽、ツアーの千秋楽にお母さん来てくれたんだけど、岐阜からクリキントン持ってきてくれてた。ビシエドではないんですよ。食べ比べ販売、え、どこのだろう、食べ比べはしてないな。話したいことある、え、私もいっぱいある。そう、表紙なのよ、そう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 、そうなのよ。ね、まだでも手に入れてないから買うよ。夏の生夏目、あ、夏目か、夏目か、夏目か、夏目、そういうものか、行こう。夏の生夏目、夏の生夏目、夏の生夏目、ん、夏の生夏なめ、なめ、なめ、ん、生の生夏なめ、生の、ん、夏の生夏なめ、夏の生夏まなめ、生の、ん、無理だ。ダメだ、ダメだ。くるみのタレ、あ、あるね、いいよね、五平餅美味しいよね。こんばんは、こんばんは。サビキ、タナゼリ、あ、そうとも呼ぶんだ。私はサビキって呼んでたな。エナ、あ、エナ言ったの、いいじゃん、いいじゃん。栗きんとん、いいね。栗弁当、栗のね、美味しいよね、栗の入ったご飯、私好きだよ。そう、惜しい。惜しい。今日食べた、本当に、あ、中津もね、いいじゃん。あ、なるほど、栗きんとんね、美味しいよね。話し会行ったら何枚いる、何枚でも楽しめますよ。名前でも楽しめます。直接もオンラインもどちらでも待ってます。どっちでもサンマとサンマーメン、サンマーメン、サンマーメン、でもこれからサンマも美味しい季節だよね。サンマ、秋、秋、食欲の秋、栗も美味しい、サンマも美味しい、うん。夏の生夏なめ、夏の生夏のなめ、夏の生夏のなめ、夏の生夏のなめ、オッケー。チャリ、チャリメラ、チャリメラ、こんばんは、こんばんは。エナ駅の横のエナテラス、わかんないな、ほう、ちょっとスクショ、行く機会あるかな。
長野どうだろう。でも湖ねそんなに遠かった覚えはないから多分隣の県かなって思うか、もしかして長野かも。私どこだったんだろう、あれ湖行ってたのどこだったんだろうな。でも結構人はいたな。あ、やそ、あ、そうなんだ。へえ、結構食べ比べするとこあるんだね。そう、栗ご飯美味しいよね。あ、モンブラン好き。私ね、モンブランね、昨日食べたよ。あの、スタバのさ、昨日スタバ行ってきたんだよ。お父さんと。そう、スタバのね、あの、最近なんか、なんだっけ、生絞りみたいな感じの書いてあるさ、モンブランが500円ちょいするかな。ちょっとお高めなんだけど、美味しかったよ。お父さんと半分こうした。モンブラン。モンブラン美味しいよね。モンブラン好き。私保育園小学校の頃はケーキ屋さん行くとモンブランしか知らんのかってぐらいモンブランしか食べたことなかった。東京ちゃん、東京ちゃん、ええ、話かい。米ライスも可愛い。そうですか、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。五平餅ってとこなくて人生で一回も食べたことない。あ、どんな味か食べてみたい。五平餅ぜひ岐阜にいらした時に食べてみてください。秋らしいもの、それそうだね、そのあれだね、栗きんとんとか最近食べたモンブランとか。秋は美味しいものがいっぱいある。そう、梨食べたい。今は梨が食べたい。この秋っぽいものだと私結構食いしん坊だよ。結構食いしん坊。あ、そういえばね、話してなかったんだけど、東京ちゃんとバイバイする日にね、バイバイする前にしゃぶ屋に行ったの。しゃぶしゃぶ屋さんに、そう、いたんだけどね、あのお肉、まあ、食べ放題ね。お昼の時間で、平日のお昼だから無制限だったんだけど、16時までは。そう、どっちの方が、毎回同じ皿を頼んで、そう、どっちが食べれるかみたいなやつやったけど、私勝った。私勝った。こんばんは、こんばんは。チャルメルのこと、チャリメラっていう。え、ちいかわわかんない。ちいかわでも東京になんかちいかわのグッズいっぱい売ってるとこあった。え、なんて言うんだろうこれ。でもどこだったんだろう、あのいた湖。多分お父さんお母さんに聞けばわかる。マロンケーキ、マロンケーキいいね、いいね、おいしいよね栗って。笑顔特にかわいい。ありがとうございます。笑顔いっぱい褒めてもらえるけど、なんかねえ。そんなオーディションを受け始める前までは気づかなかった。私笑顔がそうチャームポイントって顔してるから忍び足で行く。レインが近くないことをそりゃ願わなきゃだね。スタバの前通ったびに思い出す。え、嬉しい。スタバイコール私で連想来るの嬉しいかも。スタバね、いいよね。今ね、行ったこと、スタバ行ったことある県が6県で、行った店舗が、あの、あれなの、チケットとか使うとさ、その、行ったっていうスタンプがもらえないから、そう、それじゃなくて、行ったっていうカウントがあるだけで、27店舗かな、今のとこまだ。そう、確かね、内訳は、広島が12店舗、岐阜が6店舗、愛知が5店舗、で東京2店舗、神奈川1店舗、千葉1店舗だった気がする。そう、広島めっちゃスタバ行ってる。広島はなんかね、結構いろいろ回れてるよ。くるみたれはお店で食べてついでにお土産で買ってしまう。あーね、食べてもやっぱり美味しいってなって買っちゃうよね。わかる、秋を感じる。秋を感じるのなんだろう。え、でも最近はメールでも送ったんだけど、さつまいものね商品が多いと秋感じるかも。なんか最近スターバックスさんとかでもだし、それ以外のさ、なんかそう食べ物屋さんとか飲み物屋さんでもさ、さつまいもすごい多くない？それでいつもあ、秋だなって、どこもさつまいもやってるな、秋だなって感じるかも。モンブランより東京ちゃん好き。でも東京ちゃんより私だよね、私だよね。そう、東京でもね4回ぐらい行ったの、岐阜でももう1回行っちゃった。初見、初見さんありがとうございます。パルムのモンブランあるね。なんかねアイスもねいっぱい今あるよね。ね、ちょっと食べたい。お父さんが帰りに買ってくるとかないかな。くまみパパさん
キノコ、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 ありがとう。コメ、東京ちゃん来たの？コメ、え、コメ？コメント今いないかな？かな？サバの新作は？そう、発売日のタイプ、そうなの、そうなの。手絞りかな？そう、もうそう、食べたよ、栗のやつ。めっちゃ美味しいわ、あれ。そう、あれ美味しいよ。こんばんは、こんばんは。お話かね、時間目の時間変わったから仕事が触れない。あ、確かにね、枠が60分から90分になって時間もだいぶね、変わったもんね。ねえ、仕事でそうだね、毎回サボってきてたから、どうにかお願いするしかない。それは高いんだし、いつ頃からさ買える値段になるかな。私食べたいんだけど、でも梨ね、岐阜で私美味しいとこ知ってるから、そこのが食べたい。でもまだこの季節はないかな。しゃぶダメってこと？同じお皿は少し飽きそう。次は肉の種類変えて、またとか、あのなんかあれ、東京ちゃんとなんていうんだろう、今回豚食べて牛食べてみたいな感じでそうしたんだけど、買った。そう、東京ちゃんも大食い。そう私ものすごい食べるんだけど、こんだけなんて言うんだろう、食べるスピードもだし食べる量もだし、こんなに合う子いない本当にだからなんか東京ちゃんも同じらしくって、そう、私ほどそうやって食べる速さとか食べる量とか合う子いなくて、東京ちゃんの周りもやっぱりなんかちょっと食べてお腹いっぱいって子が多いらしいんだけど、私はあのそう、全然食べても、そう、食べても食べても大丈夫な人だからそう、マクさん、タコありがとう。相手になる前可愛いって言われなかった？笑顔わかんない。でもコロナ禍ってのもあってこの状態だったから、笑顔目元でしか見せる場面がなかったってのもあるかもどうなんだろう、可愛いって笑顔可愛い、どうなんだろう言われたことあるかな、どうだろう。力ドライブコースで昨日ヤームラ行ってカステラ館行ってる。いいね、カステラね、美味しいよね。私さ毎回カステラのさ下になんか半透明のさビニールっていうかなんかシートみたいなあるじゃん、あ、毎回食べそうになる。最近もね、最近昨日か今日もね食べたんだって、なんか食べそうになった前なんかひーちゃんかながお土産で買ってきてくれた時も食べそうになった。あ、いちごが買ってきてくれた時も食べそうになった。まあ、あれ何食べちゃう、絶対多分知らない間に食べたことあるないあれ、わかる、カステラのあの下の部分のさピロピローってやつ賛否ナンバーワン、え、ありがとう私なるみさんが恋愛話かよかな、やっぱ一番可愛いって言ってくれた時めっちゃ嬉しかったわ東京ちゃんの家には、え、今回のしゃぶしゃぶは私が買ったけど、しゃぶしゃぶは私が今回提案していって、でもなんかあれなんだよね、東京ちゃんは肉系はあんまり得意じゃないらしくて、ラーメン系の方が得意らしいから、今度は東京ちゃん提案の方の食べ放題とかに、そう、あとは替え玉何回いけるかチャレンジしたいなって思うスタバではなく奥田と呼んでください、ぜひ。リストで三日月なるかな。リエチもね可愛いよね、リエチ。私リエチね、あれなんだよね、オーディション会場に向かう広電の中で同じ車内だったんだよね、同じ広電電車、同じ電車に乗ってた。そうで、このあのショールーム期間が2週間ちょっとあったから、あ、この子コシーちゃんだって覚えてた。でそのまま、まあ、同じオーディション会場に向かって、まさか同じ今グループで活動してるんだよね。キリタンポあんままだ食べたことないかも。一口サイズの柿、え、一口サイズの柿食べたことない。ベビーパーシモ、え、そんなのあるの？岐阜県民なのに私それ知らなかった。ちょっと
え、スタバの本かけ、え、でも本当にでもグループ人のスタバ好き、自称スタバ好き、うん、そう、そう瀬戸内七県制覇したい、本当にそう。帰ってきた、一瞬音止める。男性の声が入るとねバンされちゃうから。そう広島はね20何店舗だっけな、30何だっけな、岐阜よりは多かったよ。そう、岐阜は25店舗だっけな、広島30何だっけな、広島の方が多かった。富山の奥田は世界一美しいスタバと言われてる。富山の奥田、そんなとこがあるの。スタバシャレオ、あ、シャレオのとこ私も行ったことある。シャレオのとこは2階か3階ある。確かあそこシャレオ店はあれだよね、広島県内では唯一か2店舗しかないリザーブ店だったよね確か。今回のさつまいものあれフラペチーノはそこで飲んだ、シャレオのとこでね。あそこも雰囲気いいよね。てかスタバはどこも雰囲気。こんばんはコンバース靴岐阜のスタバコンプリート、え、コンプリートしたい。47都道府県全部回りたいよね。え、待って、もうその上に全く同じこと呼ばれてた。すごいよ、まちゃん。そう、全国制覇したいのよ。まだ47都道府県中6県しか行けてないから、6都県しか行けてないから、ん ?1 都5県しか行けてないから、ちょっとね回りたい、いろいろね。前の大阪の話し会の時も行こうと思えば行けたんだけど、ちょっとね勇気が出なかったです。こんばんは。そう、お店のものでね感じるよね。そう、栗とかさつまいものね、だよね。そう、スタバの47本、そう、スタンプを貯めたいの。そうね、あの東京のね目黒にある日本唯一のさロースタリーのさお店のスタンプは他のとことちょっと違った。そう、行ってみたらわかるはず。東京ちゃんどうだろう、配信見てるかも、たまに見てるよ。チューブエリア、北沢県山梨のことね、なるほどね。それで通じちゃうのが面白いよね。そう、多分東京ちゃん見てくれてる。こんばんは、りょうさん、かわいい、ありがとう。え、食べた、本当に梨まだ食べれてないのよ。こんばんは。え、梨の美味しいとこ、え、聞きたい。東京ちゃん、壁島さんは確かに東京ちゃんだけど、東京ちゃんは梨のお友達だよ。ゆんちゃんおかげで近所のスタバのお姉さんに認知された。された、本当にスタバ、え、でも私一番岐阜県内で一番よく行ってたスタバの人には多分店員さんには認知されてた。あれだね、テスト期間とかよく買いに行ってたから、週5とかで行ってたから。そう、3期の一番の奥ゆいにゃ、え、ワンチャンあるよ。ほんと食べるよ私、びっくりすると思うよ。そう、東京ちゃんと気合う。そう、私も気合うのよ。150、まあ帰る。梨だと大きな、そんなにか、美濃かも。ああ、なるほどね、すごい全部わかるのがすごい。梨ね美味しいよね、みんな食べた梨今年。やっぱり今日全身ジンマシン買いすぎて落ち着きがない、やばくない、この辺とかさすごいよね、全身出てる。この辺もなんか出てるんよ今日。あ、この辺も出てる。こんばんは。マスクなしで入る。うわ、嬉しい。それは嬉しい。こちら。こんばんは、キヨ兄さん。ラブレター、ありがとう。ラベンダーさん。
ダンシングキノコありがとう。ザラメ、そう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 、紙、そうザラメの、そうあのシートのところね、食べそうになるのよ。やばい、コメントが多くて読み切れないちょっと飛ばしになっちゃうかも。そうそうなのよ、コロナでいろいろできなかったのよ。ザラメ、そうそう、ちょっとカリカリのやつ、そうそうそう、あれ美味しいそうね、カステラね、気づかずにね食べちゃうよね、あれね。だよね、こんばんは、こんばんは。そう、薄いのよ、あのカステラの下にあるやつ。そうそう、こうして、待って、20世紀、なしだ、すぐ買える。おお、なるほど、1個目のやつだけわかるかも。ギーニャ、あれあれどうした、こんばんは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 。主権さん、ありがとうございます。声を超えてる、なんでだろう。パパさん差し入れ残念なかった、今日は38か、だいぶ多いね、岐阜よりも。ゆうきにゃん、きのこ、きのこありがとう。海が見えるスタバいいね、いいね、海が見えるスタバ、スタバおしゃれなとこもありたい。そう、行きやすい、そうリザーブ店、そう知ってるよ、もちろん詳しいんだから。え、神奈川、神奈川行ったよ、神奈川行った、何日か前に。神奈川のね、あれ駅のとこの辺、駅にな、駅地下、駅内に2個あるっけな、どっちかの方行ったよ、なんだっけな。そう行ったよ、でも神奈川の駅のとこの何箇所入ってんの、駅にどっちかの方行った、出てこない店の名前が。ユニャ、お久しぶり、え、本当だ、久しぶりよ、え、小雪ちゃん久しぶり、え、めっちゃ久しぶり、何ヶ月ぶり、ありがとう、久しぶり、え、3、4ヶ月ぶりじゃない、ありがとう。リザーブ、久しく専用メニュー飲んでない、本当に。リザーブ店、リザーブ店あれかな、前のロースタリーのとこ行った時にリザーブの飲んだかな。でもそこ限定のやつだけどね。そう、沖縄ね、沖縄とか北海道が大変だな。でも意外とね、沖縄北海道行くことあってもさ、その下の辺のさ、青森とかさ、例えば九州のさ辺とかがさね、埋まらんかったりもありそう。温泉のスタバ2階、え、いいね、いいね、スタバ、スタバ情報嬉しいんだけど。47都道府県のスタンプしたからスタバ行くって、そうなのえ、でも前私がきっかけで1個と増えたって教えてくれて嬉しかったよ。そうそう、香川神戸はね本当に行くとき行けなかった、本当に行きたかったな。こんばん、こんばんは。ロスタリーで勉強してる人いたの、おお、なるほどね。ロスタリーね、ロスタリー結構外国人の方多かったかも。そう、北沢県と井手県はね行けてないね。長谷川県は行けたよみんなの名前を県で表すなんて感じだけどねそう、私推しになるとそう、スタバ行く機会増えるよ初日にちゃんと飲めるかな、みんな。そう、いや、もう、そう東京、そう最近から見てて思ったけど、東京が圧倒的に多くって、愛知と大阪どっちが多いのかなって思って、そう、人口っていうか、なんて言うんだろう、栄えてる順で言うと東京、大阪、愛知なんだけど、スタバの店舗数は東京、愛知、大阪なので、愛知と大阪は1店舗しか違わない、確か数が。そう、愛知の方が1店舗多かった、昨日か一昨日か見たんだよね。 2軒あんの、いいね、え、いいね、スタバ近いのいいよね、いいな。そうだね、長谷川県になるやばい、同じこと言っててびっくりしたおじさんの時から変わらず素敵、ありがとう。え、本当に久しぶりだよね、小雪ちゃんね、ありがとう、来てくれて覚えてたよそう、毎回そう、え、同じ、そう、違うお店行くことで違うお店のさ、なんて雰囲気だったり、あとはスタンプもらえたらあるからね。21、すごいね、多いね。お、キヨ兄さん、白のペンライトありがとう。東京ちゃんお友達と、そう、お友達は東京生まれ東京育ちの子なのよ。そうそう、そんなのなしです、なしです
あ、家の近くないのか。なるほどね。スタバね、いいよね。え、サッチ大食い。え、勝負する。する。サッチ。サッチさっき配信しなかった。可愛かった。見た私。可愛かったの。そう。チラッ。チラッ。こんばんは。大切にしたことも変わってない。もうね、たくさんコメントいただけるようになったから、全部は読めないけど、できる限り読んでます。スプーンで取って食べてた。おー、なるほどね。ね、あの下のとこ美味しいよね。お、東京にいる。本当に何日か前まで私も東京行ってたよ。で、メンバーあればサチでなしありがち。あー、なるほどね。半期にはいないな、悲しい。パサとして広島、うん、広島はね、一人暮らししてるよ。高2だけど、まだ。愛知の、はい、梨の直売所。え、いいね。そこの、へ、いいじゃん。いいね。なんか私が岐阜で、あの、どこの辺か忘れちゃったけど、去年とか一昨年か毎年買ってたのは、なんか無人販売みたいなとこなんだけど、ものすごい美味しいとこがあってさ。そう、私はまだ今ね高校2年生だよ。やばい、今日本当にジンマシンがポト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 って出てる。背中とかも痒いの。こんばんは。こんばんは。嬉しい、ありがとう。こちらこそ、久しぶりに来てくれてありがとう。よかったらこれからまた来てね。あ、空港で飲んだ、いいね。北海道行き過ぎてスタバ行かない。あ、なるほど。いいな。私まだ北海道も沖縄も行ったことない。行ったことない。そう、東北の方も行ったことないな、あんまり。そう、九州はでも今度お話し会で初めて行く。そう、ツアーでね、行きたい。あ、博多駅スタバだらけなの。そうなの。お話し会の時、博多行けないかな、スタバ1店舗。そう、ライブ、そう、ライブ会場近くあったよね、スタバね。あったよね。確かね、神戸もね、ライブ会場から歩いてのうちにあったの。そうそうそう。北さん、キュー席に飲んだ。ケーキも食べた。お、いいじゃん。ケーキも食べたの。いいね。そんな、みんな、ケン、ケン、私の同期にケンをつけて、あらわず、のぼしろすぎる。個人的に好き、めっちゃ。そう。マジ読んで、え、2店舗違いになってた。本当に昨日見た時1店舗だと思ったんだけど、奥田県の岐阜ユニット。え、そう、そうね、初日に見に飲みに行く癖ができちゃうよね。そうなの。入ったことない、本当に。そう、詳しいのよ。スタバの都道府県のフラペチーノの時はまだあんまハマってなかった頃だから、多分岐阜と隣の愛知ぐらいしか飲んでなかったと思う。そうね、あれまたやらないかな。あれあったらさ、瀬戸内7県回りたいんだけどさ。そう、充電しに行く。あ、確かに充電あるとこもあるよね、岐阜で有名なスタバの店。岐阜はね、でもね、あれなんだよね、なんて言うんだろう、リザーブ店がないから、どうだろうな、岐阜かどこがいいかな。でも飛騨の方はすごい少なかった。高山とかしかなかったよね。そうだよね、岐阜市の辺とかがたくさんあった気がする。駅とかも、岐阜駅の駅岐阜駅とかあるよね、スタバ。岐阜か、そうだよね、リザーブ店がないからな。愛知まで出れば結構あるんだけど、奥田県奥田県呼び面白いんだけど。そう、移動がね大変よ。2、30、すごい、いいな、いいな、それはめっちゃめっちゃ羨ましい。あ、七並べかな。こちらこそありがとう。シュンチクエンタンユニオンの影響。本当だよね。ね、次何だと思う、これ、このさつまいも終わったら何かな、気になるよね。予想しよう。そう、そう、ジンマシンがね、そう、ひどいのよ。毎日出るんだけど、今日特にひどいかも。ボツボツ。そう、北海道はでっかい道なのよ。お、おや、お、はあ、いるの、そうなの。結構上の辺だ。へえ、いいね、冬寒いね、青森。あれか、青森はリンゴかな。美味しいよね。
こんばんは、こんばんは。クロワッサン、あークロワッサンいいね。クロワッサン好きだよ私。お疲れ様、お疲れ様。トマトさん、ペンライトありがとう。リザーブ、お、駅にもリザーブあるんだ。ティーとか、ティーとかのとこもね行ったことあるんだよね大阪にね、ティーとかのとこがなてばがあるんだけど、その中のね、なんて店だっけ、カタカナのお店だけど、あのね、大阪、そう、それこそね、オーディションとかを受けてた頃に会場が大阪のとこがあって、そう、それで行きましたそう、ティーとかのとこね、その時はね、ないのだっけな、ないのだっけな、でも写真が撮ってあるから、そう、見ればわかるんだけど、そう、ティーとかのとこまだ1回しか行ったことない。リザーブは何回もあるけど。こんばんは、こんばんは。果物が梨からイチゴに変わっちゃう、そう、そうなのよ、イチゴ県、山梨なのにねそう、瀬戸内奈々県のね、スタバ巡りしたい。そうなの、そうなの、それなのかね、確かに確かにそれだけの遠征しちゃいそう。え、私を連れてってクロワッサン三日月、あ、あるね、あるね、いいね、クロワッサンね、美味しいよね。クロワッサン大好き、うちの家族みんな好き、クロワッサン美味しいよね。コストコのとかすごい好き。チラッチラッ、イヒヒイヒヒ。メディアコスも、あ、メディコスって訳すよね。メディコスはね、3回ぐらいかな、行ったことあるよ。でもメディコスはスタンプは持ってないのよ。なんかそう、お父さんと行ったりとか、現金で払ったりしてた頃、まだそんなにあんまハマってなかった頃だから、そう、スタンプはまだ持ってないけど何回も行ったことある。ご当地フラペチーノね、え、制覇したの、え、それはすごい、え、すごいね、それ。そう、普通のお店と、なんかリザーブ店は普通のお店にあるやつと、それに加えてリザーブ店でしか飲めない限定のものとかがあるかな。そう、あ、1回と3回あるね。なんだっけな、広島の府中イオンが確かね、ね、2つスタバが入ってたのよね。そう、1日で両方制覇したけど興奮した、めっちゃ嬉しかった。あ、栗ね、確かに栗もね、ありそうだね、確かに確かに。こんばんは、こんばんは。あ、サンマルクね、サンマルク最近行ってないな。みんなちゃんかわいい、ありがとうございますうまちゃん、きのこ、きのこありがとう。きお兄さん、バラありがとう。みんなしか買わない、ありがとうございます。とんちゃんのけいちゃん、おいしい、おいしいよ。特に私はね、けいちゃんが好きかも。そう、オーディションの時から言ってるけど、けいちゃんのイントネーションをね、よくけいちゃんっていう人がいます。けいちゃんです小さいけど、 T はそうなの、そうなの、そう、 T はね、でもこれでもだいぶ増えたよね。 T もともと全然日本なかったから。そう、でもロスタリーは東京の目黒だけだからね。そう、メディコス行ったことあるよあ、かぼちゃ、確かに確かに、かぼちゃあるかも、確かに。限定テープでマロンほじ茶、あ、あるね、あるね、あるよね。チラッチラッこんばんは。ラペチのあんこと抹茶はダメだから、中野スタバ、あ、なるほどね、なるほどなるほど、中野まで行ってきたので富山、石川、福井、石上、あいつなら、あ、そっか、まあ行けるか。そう、とんちゃんとけいちゃんの孤独のグルメ、あ、孤独のグルメ、わかるよ、わかるよ。トマトさん、きのこありがとう、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。やっとコメントが追いついた、読めた。じゃあちょっと待って、私の今日のね、あの、そう、ホワイトニング行ったとこでのね、超アホな話してもいいあの、お姉さんをとっても多分困惑させてしまったと思うんだけど、そう、メールでもね書いたんだけど、私そう寝ちゃうのよね、あのホワイトニングとかさ、そう、歯を切りしてもらったりさ、そうしてる時に、で、そう、こうやって寝てるとさ、私コンタクトしてるんだけど目が悪くって、そう、やっぱり目がね乾燥してね、コンタクト取れちゃったりするの、終わると取れて、そう、まあつけたりして、あー乾いてるみたいな、そう、お話ししててそのお姉さんとね、そうで、お姉さんがね、コンタクトを、まあね、そう、帰りにね、帰る時とかに落とさないか
そう心配らしくて、そうもう大丈夫ですかっていろいろ言ってくれて、でここまで何できたんですかって話してて、その直前までコンタクトの話してたから、ここまで何来たかっていうのは、あの私普通に考えればね、車で来ましたとか歩いて来ましたなんだけど、コンタクトで来ましたってなぜか言っちゃって、メガネがコンタクトかっていう質問かと思って、コンタクトで来ましたって言っちゃってよくわかんないよね、多分困らせちゃったここまで何で来られたんですかって言われて、コンタクトで来ましたって言っちゃった、もう意味わかんない本当にあ、そしたらお姉さんが、あ、お母さんの車ですかそれか自転車ですかって聞いてくれて、そう、あ、自分で自転車で来ましたって言ってここまで何したんですかって聞かれて、多分コンタクトで来ましたってね、人類初だと思ういやー恥ずかしいわかるわかる、わかる、伝わるこれ、そう、ここまで何で来たんですかって言われて、それもねコンタクトの話だったから、コンタクトで来たのか裸眼で来たのかメガネで来たのかを聞かれたのかと思って、コンタクト来ましたって言った全然違ったそう、そしたらね、そうやって言ってくださって、あ、自転車で来ましたって言って、ちょっと恥ずかしいってなっちゃった。でその全部終わって、なんて言うんだろう、元の席のとこに戻るときにさ、そうさっきコンタクトで言っちゃってって言っただいぶ天然ですねって言われた。私そう結構ね、同期からもね、天然とか店員さんとかもね、よくなんかね天然って言われるんだけど、私は天然って認めたくない、本当にもう多分そうだから、私があのさっきまで出てたんで寝ぼけてたことにしてくださいって言って帰りました。コンタクトできましたってね、だいぶアホだよね、何言ってたんだろうね、頭多分動いてなかったんだろうねはずいよ。そう、私メガネはね小学生の時とかしてたよ。そうね、コンタクト乗り物やないのにねやめてさいいね、ありがとう。そうね、絶対予想外だったよね。ナスちゃん、タコありがとう。ねえ、絶対私帰った後にさ、スタッフさんどうしてさ、あの子何できたのって聞いたら、コンタクトって答えられたら絶対ネタにされてるもんネタに絶対されてる、めっちゃ綺麗なお姉さんに恥ずかしかった。そう、コンタクトレンズには乗れないよね私みんな元気になる、ありがとう、毎日おいでメガネ似合わないよ、メガネ。今月のさ写真、あの月別のさ今月の写真のが、先輩方正規メンバーさんはさ、そうメガネとベレー帽だったけど、研究生はベレー帽だけだったから、そう私たちはメガネなしやったよね。私はねメガネは 3,4 年生ぐらいの時かなしてた。でも小学生からもう、そうバレーボールの方、ボールの方をしてたからさ、そうメガネとかってまあスポーツ用のメガネもあるけど危ないから、それでコンタクトにした。いやいや、こいつならコンタクト乗って、確かにね、確かにウケるって何だウケるねえ、コンタクト残って絶対覚えられたもん、恥ずかしいもんマクさんいいね、ありがとう。ねえ、そうそう、お姉さんちょっとなんか私がコンタクトできましたって言ったらちょっとなんか間が空いたの、だから間が空いても私は なんで前間が空いたか分かんなくて、そしたらあのお母さん車で来たんですか自転車で来たんですかって言われて、あ、自転車で来ましたって言って、うん、恥ずかしかった池美さんファイト、ありがとう大次郎さんでした、ウケるウケる恥ずかしかったな今日のはありがとう。あ、でもね、メガネ、メガネ、あ、メガネでもねあるよ、あのお母さんが、お母さん変なもの集めるの趣味だから、こういうのならあり、そう綺麗なお姉さんにね、そう
絶対コンタクトの子、コンタクトの子って思われたそうね。ギフトがめっちゃぴったり。ほらオーディション中とかかけてなかった？これさ、これ外したらメガネっぽくなるんじゃない？なにこれ、さすがに丸すぎ。さすがに丸すぎる、大きすぎる。やだやだ、まだこっちの方がいいや。続けよう。ん？こうか、こうか。これ目の角度変えるとさ超変人になるよね。どうしようかな、ちょっと次目にしてみて。なんかちょっと怒ってるみたい、怖い。ちょっと釣り目とかに目の角度変えれるよこれ。あ、だいぶ釣り目これは。やばくないだって。うわやだやだやだ。次垂れ目にしよう。40分に終わるつもりだったのに、やばい。もうちょい延長だ。次めっちゃ垂れ目。なんかあるよね、なんか目隠しで食べてさ、どれが一番なんか高級なやつかとか当てる時のさマスクみたいな、こういう感じの目だよね。わかる、格付けみたいな番組の乃木坂さんとかが出てるさ、そう MC 用にかぼちゃかぼちゃね、アイドルなんて気づいてないかも本当に。そうコンタクトしてる、そう似合う似合う、本当に言ってる。マクさん可愛い、ありがとう、絶対可愛いと思ってないでしょ。メガネ、え、ないかも。そうか、かわいいだってさ、どうしていつの間にかわいいって言われちゃった。なしちゃん、これで足のキノコやばいよ、本当に痛そう、本当に。コンタクト全然楽、最近弟がコンタクトデビューした。そう、今までメガネくんだったんだけど、ちょっと垢抜けた弟が、弟はレベルアップした。そう視力だいぶ悪いよ、 0.05 とか 0.06 とか、だいぶだいぶ悪い。コンタクトの度数もだいぶ 6. 何とかさ、そういうレベルね、あるよね。そう格付けの、そうそうそうなのよ。キアニさん可愛い思ってる。ありがとう。そう弟はね2個下だよ、2個下の中3だよ。そう中3の弟がいます。コンタクトはねワンデー使ってる、ずっとワンデー使ってるよ。そう弟も確かワンデーだったはず、お母さんは2ウィークだっけな。そう、あ、視力同じぐらい、本当にだいぶ悪いねお互いそう、あ、視力いい、おー、なるほど。そう度数ね答えないように本当に 6. 何て言ったらだいぶいいよだいぶいいよ視力ね。そう2人、そう2人兄弟だよ、2人。こんばんは、こんばんは。40のつもりが結構時間来ちゃってる。50までしよう、45になったら男女読みします。そう女子力、女子力ハードしかない本当に、私ソフトだないつも。そうNintendo だいぶいいね、それいいな、半分ちょうだい半分ちょうだいって、ちらっちらっ、初見さんありがとうございます。
キュンキュン、お話し会用に、あ、確かにお話し会用にね、確かにだってメガ、確かにね、おしゃれに、え、どうなんだよ、メガネってさ緊急性 OK なのかな、どうなんだろう、アクセサリーに入らないかな、アクセサリーもピンは OK だけどさ耳とかさはできないからさ、そうどうなんだろう、メガネって研究生ってどうなんだろうね、でもかけれたらいいな、半分ちょうだい、初めて言われた半分ください、視力めっちゃいいじゃん、遠くは見えるけど近く見えない、なんて言うっけ、近視とかっていうよね、 なんだっけなんだっけ、 NG かメガネ、そうそう、イヤリングそうできない、これだけピンだけピンだけ、そう残念、あ、普段用公演用、なるほどなるほど、配信とかならまあつけれるんだけどね、メガネとか、か格付けの、めっちゃ格付けとじゃない、こういうのだよね、格付けの、そう結構意外とね見えるよこれ、あの文字が禁止らしい、あーなるほど、デパートにしたなるほど、あ確かにね、おしゃれなメガネね、でも私メガネね似合わないのよ、そうメガネ大きくないこれ、メガネだいぶ大きいこれ、あダメ、いらない、そうマキさん似合う、思ってるそれありがとうね、高速がそうなの、高速がピエンです、ね、高速文次郎さん結婚、うーんまだできない年かないつちゃさん星ありがとう、レインボースターめっちゃ格付け、あの番組のに似てるこの目の垂れ具合がさ、このメガネはお母さんの趣味です視力低下より乱視、あーなるほどね、うちの家系もみんな乱視だっけな、そうみんなそうなのよ、そうみんな目が悪い、あでも小学生ぐらいから悪くなってきた、こんばんは、こんばんは、でもまだお母さんの方が悪いから、目大きいねこの子、ウインク、ウインク、両目閉じてもこれウインクに見えるじゃん裏ではこうなってます、勝手にウインクできるそう、お母さんがそうパーティーグッズが好きなのよ、そう、お母さん先生、そう、10時までしかそう配信できない、そう、ママさんの趣味ですそう目が悪いの、いくつなの、2つ、確かにそうだけど、そう、私の目の悪いのは遺伝だね、かけで目いい人一人もいないの、あ、目が落ちた、目が落ちちゃってだいぶ怖い発言だ、そう、ウィング上達、目大きい、違和感ない、え、それは嬉しいかもまさか褒められると思ってなかった、ありがとう、でも黒目の大きさがね対抗できない、どうどうどう、ウインク、お母さんパリピなのかもしれない、そう目が落ちたら怖いよね、豊富で漢字読めるの100人の影、え、全然私語彙力もそう漢字も全然読めない、100人は好きでも好きだよ、どうなんだろう、百人一首でもね難しい字出てくるよね、そう普段コンタクト、今もコンタクト、
そう、めっちゃ垂れ目ね、目をしたらほらよね。45って教えてくれて誕生日します。やばいやばい、今日の配信は私のアホをさらけ出してですかね、本当に。もう恥ずかしい。じゃあランキング読みます。17位長っぺさん、16位竹雄さん、15位なるみあとさぬきうどん大学卒さん、14位なしちゃん、13位ラベンダーさん、12位イケピーさん、11位トマトさん、トップ10、10位ヤオトナとつまみーさん、9位暫定あと暫定ちゃん、8位スプマッテさん、7位サンライナーさん、6位天然ちゃん推しあれ天然ちゃん、私天然じゃないよ、天然ちゃん推しあとヤミーさんとつまみイヒヒイヒヒイヒさん、トップ5、5位ヤマシーさん、ありがとうございます。4位マクあとシノブレドママさん、タン推し我が恋馬さん、ありがとうございます。ではトップ3します。3位かまちゃん、ありがとうございます。キュン。そして2位きよ兄さん、ありがとうございます。キュン。で1位を発表します。いきます。はい、今日のランキング1位はももじろうとつまみーさんです。ありがとうございます。ももじろさん、ももありがとうございます。パチパチ、もも、お、綺麗、ももありがとうございます。 OK、 あー、こちらこそ配信見てくれてありがとう。最後まで変なことしか今日話してない面白かった、ありがとう。ちょっとうるさいかな、パチ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 。ありがとう、こちらこそありがとう。よいしょ、今日も神配信本当にありがとう。この後はメールを送りたいな。逆か、うん、うん、うん、分かんなくなっちゃったお疲れ様、お疲れ様ね、アシカの拍手の仕方、アシカ、こいつ分かんないまたね、またね、スクショした、いいよ、スクショタイム、今日のスクショ、どっち向きだ、こっち太いよね、太い方が違うね。どうだ。わかんない、目の向きがわかんなくなっちゃった。ピンク、オッケー、拡散していいの、え、やだえ、いいよ、どっちでもお好きなように。でも拡散するとユイニャが変人なことがバレてしまいます。メガネ姿やられてよかった、本当に最後かけとこう。これはでもなんか大きすぎて可愛くない、大きすぎ個人的に楽しむ、ぜひぜひ、はずいはずい、最後にセットして終わろう。そう、
なんかかわいい、ありがとう。なんかかわいいらしい。なんかハマらんくなった。うわっうわっ、ハマらんくなっちゃった。なんだろう、まあいいや。じゃあ今日はこの辺で配信終わります。また明日も待ってます。じゃあねー、バイバーイ。投げてしないそう。待ってるよ。じゃあ今日は終わります。バイバーイ。おやすみ、おやすみなさい。じゃあね。